ね、喉が痛くてね、昨日はもうかなりやばくて配信もしなかったんです。喋れないぐらい。今も明日に向けて小声で喋ってるけど、でもあんまり喋らん方がいいって知ってるから。熱はない。こんばんは。そうそう、でも病院にも行ってお薬もちゃんと飲んでるので、なんか明日には治りそうな気がする。みきちゃんがみちのこと褒めた。なんて言ってた？今日さ、各地でさ、インフルとかじゃなかったです、各地でライブとかしてたじゃん、みんな。私はさ、まあ、今日はリモートフリーレだったんですよ、舞台の。もうなんかあんまりいなくてもいいよみたいな感じでそう、あのなんて言ったらいいの、その場でフリーつけてって感じだから、できた映像、完璧になった映像で、あのフリーでできるって知ってるから、見とってくれてもいいし、でもできるよね、あの完成された映像でみたいな、その場で振り付けていくけん、ずっと見よったら時間がかかるけ、そう、完成品でできるの知ってるから、どっちでも大丈夫だよっていう意味で、いなくてもいいよっていう感じだったんですけど、そう、まあ、でもさ、一応その私の今日の予定だったからさ、見てたんだけど、なんか最近リモート稽古がずっと続いてるから、なんかみんなに会えてなくてさ、メンバーのみんなにね、今日会ってたやん、六本木でライブしたり愛媛でライブしたりしてたじゃん、いいないいなってでも明日会えるから、こんばんは。ねえ、ピースストック楽しみ、ヒッピーさんと島谷ひとみさんの思いを、今日スティーフの方の TikTok 未知のダンスだったね。しかもダンスシーンが多く使われてて嬉しかったです。見てください、バイ、コメントしてください。もう今日配信が終わったらすぐ寝ます。こんばんは。配信でお稽古は代役のだったって聞いたのでお休みだった。いや、あのね、一応見てるけど入ってくれたりするんですよ、私。まあ見てるけどそこにおるよっていう、あのあれね、代役に入ってくれたりするから、私がおらんってわけでもないんですけど、おらんけ、なんて言ったらいい、リモートではつないであるけど代役は入ってくれるみたいなこともあったりする。
寝とる時にさ、口開けて寝てるんですかねって言われたんですよ。喉が痛くなった原因の一つで、もう私はその言われた後に、あの薬局に行ってテーピング買って、これでさ、もう昔ね、おばちゃんは口が開いたの知っとったんや、自分が寝とる時に。でブリーズライト、なんかあのこうやって閉じるやつを使ったことあった気がするんじゃけど、もう朝になったらなかったから、こうやってテーピングで、うんうん、寝たんです。昨日意外といけて、でも寝とるときはなるべく口閉じた方が治りも早いって言われたから、もうこうやって寝たら意外と大丈夫だったし、腫れなかった唇、なんか逆になんて言ったらいいの、まっさらな状態になったというか。テーピングってすごい剥がれんし、めっちゃ良かった。荒れないと思う、多分。口が開いてる人よかったら真似したら危ないかもしれんけど、荒治療かもしれんけど、私はこうしました。でも鼻が詰まった時やばいよね。それでは誕生を読んでいきたいと思います。13位ガーデンさん、12位強運の坪井祐介さん、11位ブルーさん、10位長谷川さん、9位ホデさん、8位カネスチックさん、7位竹蔵さん、6位台湾のジョジョさん、5位レブニャンさん、4位ジャストミトさん、3位今村剛志さん、2位ナッカンさん、そして1位はドゥルルンジュデンゆきさんでした。ありがとう。そしたら昨日番22位はトゥルルルンジャジャンバンバンさんでした。みんなありがとう。いい夢見てください。ありがとう。